皆さんこんにちは、プロボウラーの小林よしみです。前回プッシュアウェイの方向とスイングの方向が合っているかどうかをチェックしてくださいという動画を上げさせていただきましたが、今日はその続きをやりたいと思います。ターンがうまくできない方に多い次のステップは構え方です。で、前回チェックしていただいた中でプッシュアウェイの方向あるいはスイングの方向が違かったよっていう方、次じゃあどうやったら治るのかというお話をさせていただきます。で、まずその一つ目として構え方がとても重要です。で、その構え方がなぜ重要かというと、プッシャー A を出す方向を決めるときに構え方がそのボールが体から離れるときに構え方が悪いとボールがグラグラして自分の出したい方向に行かないということが生まれます。なのでまずはこの構え方で自分がプッシャー A をしても体が持っていかれないっていうのを基盤を作るまず第一歩となります。で、何度も私たちの中で構え方をお伝えしてるんですけど、左手で右足の外側をタッチで、この時お尻を後ろに突き出してあげる、こう椅子に座りかける状態って感じですね。で、こうすることによってただの前かがみじゃなくきちんとお尻の上に上半身が乗る状態になるので、この構え方が重要になります。で、そうした時に右肩をちょっと後ろに引いてあげる感じですね。で、そうすると顔の下にボールが顔の下で触れるこのゾーンが出来上がります。で、これが構え方のすごく重要なポイントなんですけど、ただこの構え方をやるときに一見こういう風に実際動画で見てる感じと自分でやる感じ、すっごくお尻が出てておかしいような感覚に一番最初駆られます。で、これを遠慮しちゃうとただこうやって前かがみ、ただの前かがみになったり、あとはただこうやって体が右に傾いている状態、これだけっていう状態になっちゃうんですね。で、そうすると何が起こるかというと、体だけが例えば前に行ってる状態、前に行ってるともうこれちょっと後ろからトンって押されただけでもおっとっとって前に行っちゃいますよね。で、こうなるとプッシャーへ出したいところに行きたくてもおっとってなるので、うまく出したい方向に行きません。で、そして体がただ斜めってる状態、こういう風に斜めになると皆さんちょっと想像つくと思うんですけど、右に傾いているっていうことはボールが右に行きたがるんですよね。このまま左に出すってなかなか難しい、すっごい変な状態になるので、右にただ傾いてるとボールが右にこうやって行きたくなります。で、そうすると前回言った逆のスイングの方向が生まれます。で、こうなると脇が開いて打ちミス、あるいはターンがうまくできなくて跳ね上げるっていう状態になるので、この構え方というのがとっても重要になります。なので前回プッシュ A の方向うまくいかないな、スイングの方向違うなって思った方、じゃあどうやったらなるのかといったら、まずこの構え方を次チェックしてみてください。自分はただ前にかがんでるだけ、あるいは横に斜めになってるだけで、これがすごく重要なポイントになりますので、ぜひ皆さん構え方もう一回おさらいです。右利きの方は左手で右足の甲の外側、甲の外側、右足の膝の外側をタッチで、この時に前の人にお辞儀するのではなく、椅子にかがみながらお尻を椅子に落としながらタッチしてあげる。で、なおかつ右肩をちょっとこう引いてあげる。よく両手投げの方はこういう風に肩が前後しますよね。こういう状態を作ってあげる。で、このまま構えるです。最終チェックです。顔が斜めにこういう風に
この状態から斜めなので斜め向いてます。この顎を地面に垂直に、はい、突き刺してあげる。これが重要です。なのでこのまま立つとこういうふうに斜めになっている状態なので、すごい最初は違和感だと思いますけれども、ちゃんとこう自分が狙うターゲットを見るっていう意味合いでは、この顎を垂直に地面に突き刺すことがターゲットをしっかりと見る重要なポイントとなりますので、ぜひこれやってください。でプラスもう一つ、この時ターゲットを見る時に顎を引いて上から獲物をこう睨みつけるような感じで見ること、これが重要です。顎がこういうふうに上がってると体が上下する原因になりますので、はい、構える時は顎を下に突き刺してあげる、これが重要です。うまくターンができないよという方はちょっと巻き戻して巻き戻していって、この構え方から最初始まりますので、ぜひもう一度チェックをお願いします。それではまたこの次もターンがうまくできない人編ということで、まだまだ続きます。ぜひこの次もチェックしてください。最後までご視聴ありがとうございました。ここから始まる